現地11月11日に行われたプレミアリーグの第12節で、冨安武宏が所属するアーセナルは、バーンリーとホームで対戦。3対1で勝利を収めた。結果的には解消だったとはいえ、54分に1対1に追いつかれたシーンでは、判定や脆弱な守備にサポーターから不満の声が上がった。右 SB の冨安が珍しく敵フォワードルカコレオショとの競り合いに敗れて吹っ飛ばされる形になり、 ここからジョシュブラウンヒルにゴールを許した。この場面では、アーセナルの公式 SNS には、冨安へのファウルだろう。うなぜ VAR が介入しない冨安何やってんだ恥ずかしい、ひどすぎるなんて守備をしてるんだ、終わっている、といった声が上がった。このシーンでは後手に回った冨安だが、それ以外では鉄壁の守備を披露している。また、 フットボールロンドンは7点と高い評価をつけ、右サイドに移った日本代表ディフェンダーは、おおむね素晴らしいプレーを見せた、と称賛。失点シーンについての、バーンリーのゴールの場面ではもっと強くプレーできたはず。指摘はあったものの、守備では総じてよかった、と褒め、ファイナルサードでの供給と連携プレーも良かった、と、攻撃面での貢献に対しても触れている。